全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画では全国障害年金パートナーズの受給代行事例とお客様の声を紹介します。今回紹介するのは兵庫県の稲垣さんという50代の女性です。病名はうつ病で認定日請求を行いました。その結果、過去に遡って2級の障害年金が認められました。年金額は約78万円、遡っての年金額は400万円ほどになりました。続いて具体的な事例を紹介します。ある時から情緒不安定になってしまい、夫と喧嘩してしまったり、食事を家族に投げつけてしまったり、規制を上げたり、家事ができなくなってしまった稲垣さん。これは病院に連れて行かねばと考えた家族が、心療内科に稲垣さんを連れて行きました。病院ではうつ病と診断され、薬物療法を継続していましたが、体調は良くなりません。症状には波がありましたが、不眠、抑うつ状態、起死燃料、動悸、過食、発言がおかしいといった症状もありました。10年ほど治療を続けていますが、やはり症状は良くなりません。当然仕事をすることもできず、自宅での療養を必要としていました。稲垣さんを一人にしていくのは危ない状況でしたので、夫も仕事を辞めて稲垣さんの介助に時間を取るようになりました。稲垣さんの日常生活状況は次のようなものです。食事は1日1食で、自分では食事を用意したり片付けたりすることもできない。入浴は週に1回程度で、着替えも同様。部屋の掃除や片付けも全くできない。買い物も一人では行けず、金銭管理もすべて夫が行っている。通院も一人では行けず、夫の付き添いが必要。家族以外の人とのコミュニケーションは困難。衝動的に家を飛び出してしまう。通院時以外家から出れないため、社会的手続きも自分では行えない。障害年金に必要な書類を準備し、市役所に書類一式を提出しました。それから約3ヶ月、障害年金の結果が出たのですが、なんと認定日請求は認められず、事後住所での2級というものでした。障害認定日から現在まで継続して2級相当の状態だったにもかかわらず、認定日請求は却下となってしまったんです。なぜ認定日請求が却下になったのか役所に確認したところ、父親の介護のため通院の付き添いをしたり、家事の一部を行ったり、親の見守りを行っていたため、障害認定日時点では2級に該当しないというものでした。しかし実態は全く違いました。事実確認が不十分な状態で拡大解釈されてしまった結果、2級に被該当と判断されてしまったのです。このような結果には納得できませんでしたので、稲垣さんの家族と相談して審査請求をすることにしました。審査請求には約9ヶ月かかりましたが、いろいろな工夫をして手続きをしたおかげか、審査請求の結果、無事に認定日請求が認められることになりました。この結果を稲垣さんと家族に連絡したところ、大変喜んでもらいました。最後に稲垣さんの旦那さんからの声を紹介します。離婚した方がいいのか、破産や引っ越しといったことに悩んでいました。そのような中、偶然インターネットで全国障害年金パートナーズを知りました。ダメ元ですぐに全国障害年金パートナーズに連絡し、宮里先生に直接電話で話を聞いてもらってから受給代行の依頼をしました。実際に依頼してみて、離婚や破産といった悩みがすべて小さくなっていきました。大変良かったです。とにかく全国障害年金パートナーズに依頼してください。難しさ、労力はほとんどいりません。安心して任せられます。感謝しています。ありがとうございました。この動画を見て、自分も障害年金を受けたいという方は、ぜひ全国障害年金パートナーズに依頼してください。
きっとあなたの経済的不安を解消できます。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。